ななみななみ、さあさあ朝よ、みんな下で待ってるよ。おはよう、キャップ。ななみ、話を聞かせてくれ。調子乗ってごめん。これからはもうちゃんとした選択肢を選び取るから許してくれよ。なんてこった。おい、キャプとジョイも起きたか。私もいるもん。おう、すまんすまん。今日はアナベルのところに行くんだろう。俺の大活躍を伝えておいてくれ。誰の大活躍？ははは、そりゃそうだ。それよりお前らの町の外にあんまり出るなよ。王国が迫ってるからな。それじゃあ行こう、キャップ。幻覚師匠の話を聞けるんだろ。やべ、ナナミの話が気になってもう眠れねえわ、俺。じゃあ行きますか。いや、この人だよな。絶対仲間になるんだけどな。ピーカちゃんもお手伝いしてんのかな。さあ行ってまいりますぞ。特に何もないでしょ。育ての親の幻覚師匠の話が聞ける。アナベルさん、幻覚じいちゃん何をしてるんだろうね。なんかビクトールも知ってそうな雰囲気出してたけど。グスタフ殿、それではティント氏は協力しないと言われるのか。そうは言っておらん。ただ王国軍の真意がわからない以上、むやみ軍は出せんということだ。王国軍の真意は明らかである。おじけづいたのか。何を言う。我がティントの軍を先の暁戦略でわずかばかりの敗北でさっさと撤退したサウスウィンドウの軍と一緒にするな。バカなこと。戦いを博打と一緒に。おやめください、お二方ども。お二方どもって。お二方とも、みっともないですよ。とにかくすぐに軍は出せない、そういうことだ。滅ぶぞ、ジョーソン都市同盟が。ふぅ。すまないな、キャップ、ナナミ。見ての通り、今取り込み中だ。今夜にでももう一度来てくれるか。はい、わかりました。戻ろう、キャップ、ジョイ。大変そうだな。アナベルさん。聞いていいですか。なんだい。アナベルさんはなぜ戦うのですか。この戦いから何を得るのですか。戦いからは何も得られはしない。ただ失わぬために戦うのさ。ミューズは私の生まれ育った町だ。それを守ろうとするのは自然な気持ちだと思う。ジョイは一体何を考えている。なんか揉めてたね。忙しそうだから帰ろうか。ジョイは一体何を考えているんだ。心配だ。裏切り、そして血にまみれてしまうのではないか。ジョイが、お前にはピリカがいることを忘れるんじゃねえ。早かったな。どうした、アナベルに会えなかったのか。会えたけど夜になったらおいでって忙しいみたい。なんか揉めてたよ。まあそうだろうな。やつはルカ・ブライトの怖さを目の当たりにしてないからな。そうだよな。あんなに村焼き払うやつなんだぞ。ごめん、ピリカ。ナナミ、ピリカの相手をしてあげてくれるかい。いいけど、どうしたの。おい、ジョイ、どうした。帰ってきてからおかしいぞ。おいで、ピリカちゃん。お姉ちゃんと遊ぼう。ごめんね、ピリカ。おい、どうしたんだ。お前、おかしいぞ。そして、黄昏れる俺。キャップ、夜まで時間があるから休んだら。ちょっとジョイ気になるんだよね。どうしたのかな。大丈夫よ、ピリカちゃん。ジョイはね、ピリカちゃんのことが嫌いになったわけじゃないのよ。大丈夫、大丈夫よ。それはピリカのこと嫌いになることはないと思う。でもおかしいよね。影も気になるし。
あの影も。何があった？どこにいる？そして、あ、いた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 。おいおい、怪しすぎるぞお前。それでは、忍びの者が、お前怪しいぞキャップ。今の人は誰？ごめんキャップ、今は言えない。どういうことなんだよキャップ。この戦いはすぐには終わらない。だから君もナナミを逃げた方がいい。君はどうすんの？ジョイはどうすんの？もし僕が死んだらピリカのことを頼む。いや待てって。おいジョイ、おいどうしたんだよ。わかんねえよお前が言ってくれないと。家族じゃねえのか俺たち。誰だい、こんな時間にやってくるブサ大物は。おめえが呼んだんだろ。ぶん殴るぞマジで。よう起きてたかい。あんたより先に寝るほど暇じゃないさ。あれ俺たちは？なら一杯付き合いな。ふふ、いいだろ。話は幻覚じいちゃんの。こいつは期待していいぜ。南方のカナカンのもんだ。あんたと飲もうと思って取り寄せたのさ。砦が焼けちまってこれ一本しか持ってこれなかったかな。確かにいい香りだ。どうだ？人の顔をじろじろ見るんじゃないよ。あんたと来たらそうやって人の心を見透かすようなことをして。すまんな、俺の悪い癖だ。そうだよ。かなわねえな。ふう、この結構ドット細かいよね。意外と動くんだよね、このゲーム。キャラが。この町も住人たちも今は安らかに眠りについている。しかしすぐにも戦いは、争いの炎はやってくる。同盟軍の全軍が集結してもルカブライト本体との決戦になった時にここを守り抜けるかは。そうだな、まあ五分五分というとこだな。私は、我々は負けられない。負ければ全てを失い、多くの命が。時折このまま降伏した方がいいのじゃないか。いいのじゃないかなんて考えが頭をよぎったりもする。しかしリーダーがそれでは困るな。みんな必死で戦っている。みんなそれぞれに守るべきものがあるのさ。あんただってそうだろ。命さえ助かれば何でもいいってわけじゃないさ。少なくとも俺はね。決戦になった時は体力勝負だ。こいつを飲み干したら眠るといい。寝不足は人の心を弱くするからな。ふ、もし私が違う時、違う場所に生まれて、そしてもし私の背があと少し低かったら、あんたといい仲になってたかもね。俺の方がいつでも OK だけどな。だがそっちはそうもいくまい。好きなの？今じゃもうあんたは偉すぎて俺じゃ釣り屋が取れねえや。それじゃあまた明日な。寂しそうなアナベル。おかえりキャップ、待ってたんだよね。そろそろアナベルさんのところに行こう。そうね。どうしたのピリカちゃん？ん、うん、あ、そっか、ジョイおかしいね、姿が見えないけど。大丈夫よ大丈夫、この間だってちゃんと帰ってきたんだから。それに私とキャップもすぐに戻ってくるから、おとなしくしててね。行こうよキャップ、行くか。いや、ジョイ二重スパイだろ。多分あいつもう二重スパイだよ。俺はそう思うね。ちょっとこの夜の街見て回ろうか。誰かがいるかもしれない。よし、何もなかったんで行きましょうか。虫の音が。あの、アナベルさんに会いに来ました。ああ、聞いてるよ。アナベルさんは実質にいる。その奥がそうさ。そうそう、お釣りさんがもう来てるぜ。え？お釣りさん？誰？
キャップかい、入っておいで。おい、すみません、アナベルさん、失礼していいですか。どうぞ。でもジョイ、今自分何の用なの。おい、あなたの命をもらいに来ました。子供を使う冗談ではないな。お願いします、声を上げないでください。本気とは思いたくないが、ごめんなさい。おい、嘘だろ。このミューズ、そして都市同盟を守ること、多くの人々が穏やかに暮らせる日々を守ること、それが私のなすべきこと。それを遮ってでもやるべきことがあなたにはあるというの。僕にもなすべきことがあります。ならばジョイ、あなたにはその重さに耐えられる覚悟があるのね。僕には耐えられる理由があるから。助けを呼んでもそのナイフを止めることはできないようね。せめてこのグラスだけでも開けさせてもらえるかい。大切な友からの贈り物、置いていっては未練が残る。ごめんなさい。甘いよ、少年。甘いな、ジョイ。でも待ってくれ。何も起こらないでくれ。止めて。嘘だろう。お前やりやがったな、本当に。キャップ、どうしたの。アナベルさんは。これは一体、まさか。すまないキャップ。すまないじゃねえよ。待ってよジョイ。生きてる、まだ生きてる。アナベルさん、アナベルさんが苦しそうだ。アナベル様、王国軍がヤシをかけてきました。アナベル様、これは。貴様何をしたのだ。これはどういうことだ。説明しろ。爺様、王国軍が市内に侵入しました。嘘でしょ。なんだと、いくらなんでも早すぎるぞ。指紋が中から開かれていました。手引きをした者がいます。なんだと。いいかキャップ、そこ動くなよ。おい、医者はどこにいる。ジョイがやったんだキャップ。喋らないでアナベルさん。医者はいらんとジェスに言ってやってくれキャップ。幻覚の子、あなたには謝らなければならなかったの。都市同盟が、我が父が幻覚老師にしたことを。アナベルさん、喋っちゃ。キャップ、ナナミ、お前たちは幻覚の元で幸せだったか。はい、幸せでした。もちろんよ。そうか、ならば少しは我が心も安らぐ。さ、早く逃げなさい。王国軍は一番にここを目指してくる。早く。でも私、最後の願いだ。死ぬなキャップナナミ、生きて。さあ早く、早く行け。行こうキャップ。畜生ジョイ、お前。キャップ、あなたがここに現れたのは運命だったのかもしれないわね。紋章が、運命が。言ってたな、なんか平穏に暮らしてはいけないと。この力がそう言ってた、あのなんとかかんとかさんが名前出てきません。キャップ、早く逃げよう。畜生ジョイ、そうだ、ピリカちゃん、ピリカちゃんを助けないと。もう終わりだよ。おい、夜襲かけてきてんじゃねえのか。大丈夫か。
うわ、ジョイがいねえから全体攻撃できねえじゃん。もう紋章で蹴散らしてやる。今俺は怒ってるんだよ。俺は今怒ってんだよ。ジョイからとにかく話を聞かねえと気が済まねえわ。あの野郎やりやがった。人を殺めやがったな。しかもいい人っぽい人を。ビクトルとフリックは少しでも時間を稼ぐために部隊を集めに行ったよ。みんなサウスウィンドウで落ち合うことになっている。私もすぐに逃げるからあんたらも早く逃げるんだよ。南へ逃げればコロネの町に出る。そっから船でサウスウィンドウに行けるはずだよ。ほら何してるんだよ、早く行くんだよ。は、はい。二人でか、心細いぜ。南だな。南の町から、コロネの町からサウスウィンドウへ。分かりました。いや今はもう行くしかない。ふうふう、ここまで来れば大丈夫ね。こうやって逃げ出すのは何度目だろうね。本当だよ、もう逃げてばっかりだ。待ってビリカちゃん、戻っちゃダメ。ジョイのことが気になるのか。大丈夫大丈夫よビリカちゃん、ジョイは大丈夫だから。戻っちゃダメよジョイ。ピリカちゃん、やっと眠ったよ。ねえキャップ、やっぱりジョイがアナベルさんのこと。まあそうだろうな。そんなわけないよね。ねえねえねえ、これからどうする。あのさ、あのさ、どっか遠いところへ行かない。こんな戦いばっかりのところは逃げ出してさ、どっかの山の中でさ狩りとかして暮らすんだよ。畑もちょっと耕してさ、三人でならなんとかなるよ。いや、それもいい。それもいいけど、ジョイを置いていくのか。そんなこと、できるわけないよ。そうだよね。無理だよね。できるわけないよね、ジョイを置いて。ごめんね。疲れたな。もう寝るね。いや、俺こそすまない。ナナミにそんなことを、辛いことを言わせてしまって。おやすみキャップ。おはようキャップ。レオナさん、確か南のコロネの町に行けって言ってたよね。ピリカちゃん、大丈夫かな。おはようピリカちゃん、顔洗ったら出発よ。ほらほら、キャップもあそこの小川で顔洗ってきなさいよ。ちょっといろんなことが起きすぎてまだ整理できないわ。ここかな、コロネの町。ここから船で対岸のクスの町に渡ればサウスウィンドウに行けるはずだよ。ミューズにいた地図職人の少年に聞いたことがあるんだ。誰だ。どうしたのピリカちゃん、疲れちゃった。年どめも大したことがないな。ルカ王子の言う通り、同盟なんかひとひねりさ。あれ、王国軍の兵士がいる。どうした坊主。そうか、ミューズから逃げてきたか。でもな、船は出せないみたいだぞ。え、どうしたん。どうして。さあさあ、邪魔だよ、晩ご飯の準備さ。トトからお薬は入らなくなるし、ミューズからも品物が届かなくて、このままじゃ商品が底をついてしまうよ。こんにちはお兄さん、ハイランドの人。違う、いやそうだけど。なんか売ってますか。なんかしょぼいねしょぼいね。どうしよっか、もう占領されてねえか。船がやっと出るかと思ったら、今度は奥軍か。いつになったらサウスウィンドウで行けるんだろう。今行けねえんだ。アナベルもバカなやつさ、スパイに殺されたって言うじゃねえか。何か理由があると信じたい俺は。酒場かな。同盟軍が負けたんだ、仕事なんかしてられないよ。
困ったわ、魚が入ってこないんで自慢の魚料理がお出しできないわ。おう、らっしゃい、ゆっくりしてきな。あれ、この人丘上会議にいなかったか。あなたは旅の人ね、王国編には気をつけてね。違うっぽいわ。いや、これいい町だね、魚うまいし。お、レシピ、どっかで使えんのかな、レシピ。ちょっと今日はじゃあここら辺で終わっていくか、セーブして。次回この町を、コロネの町だっけ、わかんないけど、探索しましょうか。お疲れ様でした。またお願いします。